昨日ブリシャブをしたんですが、友達と。で、まだちょっと出汁とかが残ってる状態なので、もったいないんで、野菜もいっぱい残ってるんで、まあ、一人鍋します。しっかりお野菜も切りまして、ブリももうあまり残ってないんで、ブリ自体はちょっとブリシャブをしたんですが、美味しかったんですよ。で、よいしょ、はい。野菜もしなしなになってきてるので、上手に切っていきます。ザクッと切って、洗いまして、どんどん水だけですな。豆腐はもう、男前豆腐です。すごいね。はい、ちぎって。うわ、美味しそう。舞茸。それから、ぶなしめじ。はい、これを沸騰させます。蓋を閉めて火にかけます。これをちょっと付け合わせで、はい、できました。ここに大根おろしがあるんですね。大根おろしをですね、馬路村のポン酢醤油。はい、お鍋が出来上がっております。ここにしゃぶ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 。ほら、いいお色、いいお色です。をこうタレにですねつけていただくわけです。美味しい。うん、最高。これはうまい。のここにですね、こうやってお野菜も入れていただきます。以上、ブリしゃぶでした。最高。